点で、はい、米軍の普天間飛行場の沖縄県の星辺の公園の移設計画に反対する日本芸人さんが出てくれましたけど、はい、防衛大臣として紛争移設問題にどう向き合うお考えでしょうか。でまた沖縄県による辺野公園湾部の埋め立て処理撤回に対しての法的措置の指摘や内容についてもまず沖縄の、選挙の結果についてはですね、それについて、防衛省としてコメントをするということは控えたいというふうに思いますが、従来から一貫して申し上げているように、やはり沖縄についてはですね、抑止力を維持しつつ、しかし過重な沖縄の負担をですね、目に見える形で、極力減らしていくという政府の方針のもとに、これからも、丁寧に沖縄側と話し合いをしながらですね、事業を着実に進めさせていただきたいと思っております。なおお尋ねのですね、件につきましては、現在事業者でもあります沖縄防衛局において処分理由の精査を行っております。これかなりの、分量16項目25ページということでございますので、精査を慎重に行っているところでありまして、その上で必要な法的措置を取ることになると考えていますけれども、その具体的な時期についてはですね、今の段階では予断を持って、申し上げることは差し控えたいと思います。もう一問お願いします。はい、年末に向けて防衛大綱を中心に議論が既に始まっていますけれども、大臣は5年前の防衛大綱作成の時は、自民党の安全保障調査会議として、地域攻撃能力の保有の検討を明記する自民党の提言をまとめたことがおありなんですけれども、今回の大綱中期防衛に関しては、どのような防衛力整備が必要だと考えますか。その私が安保調査会長だった時のことって今正確に思い出せないんですけれども、敵基地攻撃能力を保有すべきだとまでの中身ではなかった、検討ですよね。だからその敵基地攻撃能力を保有することが果たしてその適切かどうかということについて、しっかり検討してみてはどうだという内容の中身だったと思います。でその敵基地攻撃能力というのは、基本的には米国に依存しているという状況にあるわけであって、現段階でその考え方がですね、政府として変わっているわけではないということだと思います。はい、それについては地元から反対の声が出ていたんですが、北朝鮮情勢が北朝鮮の対話路線に傾いているのでございまして、日大社の必要性とどうお考えになるかというと、地元に今後どのように対応されるかというのを。はい、この間ですね、南北首脳会談とか、米朝首脳会談というものが行われて、朝鮮半島の完全な非核化ということに関して、一応その合意ができたということについてはですね、歓迎をしたいし、そのプロセスがこれから着実に進んでいくことに期待をしたいというふうに思っておりますが、実際にはですね、まだ入り口に立ったばかりであってですね、具体的な進展ということはまだ見られない状況だと思います。そして我が国の防衛ということを考えればですね、日本に届くミサイルが数百発はあると言われている中にあってですね、やはりその弾道ミサイル防衛ということは我が国防衛にとっては極めて重要な要素であることに変わりはないというふうに思っております。したがって、
現在その2段階になっているその弾道ミサイル防衛というものをですね、イージス・アショアというものを加えることによって、3段階にして、より堅固なものにしていこうという考え方のその妥当性というのは現段階で変わっていないというふうに思っておりますし、そういう装備というのはなかなかですね、いざという時に急に入れるというわけにいかなくて、相当の年数コストがかかるということでありますので、この段階でですね、しっかりと整備する必要があるというふうに思っております。で、現地につきましてはですね、これからさらに詳しい調査を行ってですね、その調査結果をまた丁寧に、現地に説明をしながらですね、ご理解を得るべく努力を続けてまいりたいというふうに考えております。これまでこのアショアについては強い地元からの関係、ここまでのその進め方に対して、防衛省の進め方が必要だったんじゃないかという批判もあります、大臣はこれまで国防力の指示として、この発展の経緯を見てらっしゃって、どの辺に課題があったと考えますか。現在その現場の反応が非常に厳しいということは承知しておりましたが、具体的な取り組みがどう進んだのかということはですね、私も今日就任して中に入ったばっかりですので、それはまたしっかり説明を聞いてですね、受けて、もし足らざる点があればですね、しっかり対策を講じていきたいというふうに思っています。いずれにしても先ほど申し上げたような理由で、これは我が国防衛にとって必要な装備だというふうに思っておりますので、今まで以上に、丁寧な作業説明を続けてですね、なんとか現地のご理解をいただけるように、引き続き努力をしてまいりたいというふうに思います。大臣、かつてですね、党内の議員連盟で、日米地位協定の改定に取り組まれたことがあるかと思うんですが、当時と比べて日米地位協定の改定の必要性についてどのように考えるかということと、日米地位協定に課題があるとすればどのあたりに課題があるとお考えでしょうか。日米地位協定については、安倍政権の下でもさまざまな努力をですね、行ってきていて、ご承知のように2つの補足協定というものも作られております。1つは環境補足協定、もう1つは軍属補足協定、いずれも法的拘束力を有する日米地位協定の補足協定でございますから、従来の運用改善というものとはちょっと一線を画するものであったというふうに思います。こういう、取り組みをですね、さらにこれからも積み上げていくことが、大事だと思っておりまして、日米地位協定のあるべき姿というのをこれからも不断に追求してまいりたいというふうに思っております。IWJ の大下と申します。横田基地への米空軍オスプレイ配備についてお尋ねします。空軍のオスプレイは、敵基地に特殊部隊を送り込んだり、人質を奪還する、特殊任務に使われると思うんですけども、横田基地はですね、朝鮮国連軍広報司令部の役目はありまして、そこへのスプレー配備というのは米軍が北朝鮮攻撃を想定してと思われるんですけども、そちらはいかがでしょうか。米軍のその北朝鮮攻撃というのは、その少なくともこの段階においてはあまり改善性がないような気がいたしますが、少なくともですね、この段階においてはですね。で、政府としては我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、高い性能を有するその CV22 が、配備されたということは、
まあ、米国のアジア太平洋地域へのコミットメント、それからその即応体制整備の観点から、日本の防衛に資するというふうに考えて、おります。まあ、一方、このオスプレイについてはですね、周辺住民の皆様の生活への最大限の配慮が大前提でございますので、米側に対しまして累次の機会に、安全確保の徹底や情報提供などを申し入れていきたいというふうに思っております。